えー、皆さんこんにちは2018年、えー、行政書士試験の公表を始めたいと思います、えー、担当いたしますのはレック専任講師の日高ですよろしくお願いしますはい、えー、今年の試験、えー、平成30年ですね行政書士試験、えー、平成最後の年になりましたけれども、えー、受験された皆様どうもお疲れ様でした えー、今年の試験ですね、えーまあ、平成最後の試験ということになるわけですけれども、まあ、お受けになった方、えー、率直な感想いかかがでしょうか、えー、私もですねあのこの全あの問題1番から問題60番まですべ、えー、て、えー、見ましてですね、えー、あのまずあの一言お問題の難易度について触れておきますと、まあ、今年につきましては全体的に、えー、やや難易度が上がったものと。 いう,ふうに考えられます特に一般知識に関しては、えー、実務寄りの問題がかなり、えー、多く出題されておりますので、まあ、実務的な観点からのお、まあ、例えばあ死体の取り扱いですねあの墓地ですとか、えー、そういった問題も出ておりますしあとはまあ地方公共団体の住民に関する基本的な知識 えーまあ、これも行政書士として、えー、さまざまなその法的な相談を受ける際に、えー、的確に、えー、回答ができなければいけないと、まあ、そういったあの基礎的な知識を問うような問題があ出題されております。風俗営業法が出ているのもですね、えー、これもおもう実務そのものということができるわけでして。 まさにですねこれから実務化になろうとしている人に対する試験として今回の問題が作られているということは強く試験員においても意識されているんだろうというふうに考えております。で行政書試験のメインは何といっても法令科目ですけれども、まあ、法令科目に関してもですね えー、今回、えー、前,前年の試験と比べますとかなり優しくあの難しくなっていると優しくはないですねあの昨年は、まあ、合格率もその証拠に非常に高かったんですけれども、まあ、今年は合格率は相当程度低下するものというふうに予想されます。昨年が15%程度だったわけですが、まあ、今年の場合は,、えー、はあ,のあるいは10%を下回るといった可能性も大きいのではないかと。 いうふうに予想されます個別のその法令科目について簡単にコメントをしておきますまず基礎法学に関してはこれはもう例年通りの難易度ではないだろうかとまあ、ですから基礎法学についてはある程度きちんとですね対策を立てていた方は2問とも落とすということはまずないだろうというレベルのものになりますで憲法に関してもまあここ数年間ですね 試験員の先生の興味関心が集中している分野から出題されているというところもありますし今年の問題に関してですね特に注目すべきところというのは問題6番の選挙に関する選挙の原則を応用問題の形式で問うていますのでこの問題6番のようにある程度その知識だけではなくて知識をある程度こう活用して 考えて解いていくといったような問題も見られるところということになります。<laughs> 続きまして行政法ですけれども、まあ行政法に関してはですね、まあ今回判例の知識を問う問題もまあかなり多く出ておりますし、まあ条文問題であってもですね、少し手薄な部分、例えば意見公募手続きであるとか。 まあそういったあのややえ勉強が後回しにですね、成りがちなところから出題されているところもあります。とはいえ、行政法に関してはまあ例年と同じですけれども、きちんとですね、コツコツ条文をあの積み上げて勉強していくことによって、まあ積み重ねによってですね、回答ができるという問題がほとんどです。反、えー、例の穴埋め問題がですね、比較的多く出ておりましたので。 この空欄補充的な問題あの多種選択式は当然ですけれどもそれ以外でもです、ね、空欄補充に当たるような問題が多々出ておりますので、まあ、今後も引き続きその判,例判決文をです、ね、きちんと読んでそのキーワードとなるべき部分を正確に理解して覚えておくという学習が必要,要求されるものということになります。まあ、損失保証の問題があの問題題が番で出ておりますけれども まあこういった問題に関してはですね、えーまあ、取,り取りこぼしがあってもやむを得ないだろうと思,いあの思われますけれども、まあ、それに対してですね、えー、より簡単に回答ができる問題地方自治法の問題でも、まあ、難易がある程度はっきり分かれる形で出題はされておりますが。 日頃から条文知識をきちんとです、ねえー、丁寧に抑えている受験生の方はこの条文問題で確実に得点をできただろうというふうに考えております。で、えー、民法会社法といったいわゆる私法の分野ですけれども、まあ、今年の問題この平成30年の問題に関してはやや難易度が上がったのではないかというふうに考えられます。まあ、判例知識はもちろん 正確な条文知識も要求されておりますし、えー、まあ弁斎の効力というとですね、えー、問題31番ですけれども、まあ、比較的えつまずきやすいところ、えー、あの条文ですとかあるいはその判例ももちろん知らなければいけませんけれども、えー、条文読むだけでもですね、えー、比較的あの学習がまあおろそかになりがちなところという分野になりますので、えー、こういった問題をどこまで えー、取ることができたか、まあ、民法に関しては、まあ、全問正解というのはなかなか、えー、確かな勉強をされている方は別ですけれども、えー、行政書士試験のみですね学習されている方にとっては、えー、民法の全問正解というのは非常に難しいと思いますがただそうは言ってもですね、えー、なんとか9問中6問、えー、ないし7問ですね、えー、これを目指して、えー、学習をしていく必要があったわけですが、まあ、その目的が達成できたかどうか。 という観点からですね今一度振り返っていただければと思います会社法に関してもですね決して優しい問題ではありませんのでまあ、特にあの会社法を普段からあのあまり学習していないという方にとってはかなり苦戦されたことだろうと思いますもう当初からですね会社法に関してはまあ、5問中1問か2問取れれば あの大丈夫という方であればですね、あの予定通りという方もいらっしゃると思いますけれども、えー、会社法である程度得点したかったなという方にとってはなかなかあの予想通りのですね予定通りの点数を取ることができなかった方もいらっしゃるかもしれません。えー、今年の問題に関してはこの多種選択式の問題これがやや あの難易度ととしても高かかったのではないかと思われます多種選択式の問題で比較的あの優しい年度であればですね多種選択式全部取り切ることによって24点分配点がありますけれども、まあ、24点中の例えば20点とかそういったあの高得点をです、ね、ここで確実に出したいところですけれどもただ今年の問題に関しては割と最近の,その最高裁判例、まあ、問題41番憲法ですね 最近の最高裁判例から出ておりますし、問題四十二番の行政事件訴訟法十条の問題というものも条文をいかに正確に覚えていたかというところがまず問われているというところになります。まあ、問題四十三番のこの,この判決はかなり有名なものですから、問題四十三番に関してはなんとか全問正解ですね、ができれば。 あのまずはの多種選択式での最低ラインはあのキープできたのではないかということになります。えー、今年のおこの記述式の問題ですけれども、まあ、問題45番と46番に関しては、まあ、これいずれも民法ですが、えー、いずれもですね、まあ、書くべきことっていうのはもうはある程度はっきり決まっていてで、えー、条文の正確な知識があれば、まあ、問題45は民法の20条ですね。 で問題46番は、えー、民法の550条というものになりますけれども、まあ、正確な条文知識に基づいてあとはその事例に合わせてきちんとですね、えー、誰に対してどういう主張をするのかというところを正確に書ければよかったという問題になります。でそれに対しまして問題44番がですねこれもあのもともと素材というのがあ,のあるわけですけれどもこれはの東京高裁のですね 平成20年の判決があの素材となっていますもちろん高裁ということはもともと地方裁判所で争われている事件ですから、えー、これは埼玉地方裁判所ですね、えー、そこで、えー、一度判決が出ましてで、えーまあ、これはいずれも A 権、まあ、こ,こ,この問題でいうと A 件に対して、えー、訴えを起こしていたと A 件を被告として訴えを起こしていたけれども。 それがあのいずれも不適法として却下されたというものになりますとこの X さんはあのどういう訴訟を提起していたかというとこれはあの、まあ、不受理処分ですね、まあ、不受理を処分と捉えて、えー、不受理処分に関する取り消し訴訟と、えー、そして、えー、予備的請求といいますけれども、えー、合わせてですね、えー、この不作為の違法の確認を訴えていたというもので埼玉地裁ではこの 不受,理の不受理処分の取り消し訴訟も、えー、不作為の違法確認訴訟もいずれも、えー、不適法として却下された、まあ、結論だけまず申し上げますけれども、えー、不適法として却下されたところが東京高裁では、えー、不受理処分の取り消し訴訟は確かに、えー、これ不受理自体を処分と見ることはできないので行政処分と見ることはできないので、えー、不適法であって却下されてもやむを得ないけれども、えー、この英検知事ですねあの本門でいうと。 英検知事の不作為はは確かにこれは違法であるともう申請をしようとして、まあ、申請がなされているっていう事実は分かっているのにそれをいわば放置しているわけですねですから不作為が違法であるということは、まあ、あの認められるだろうということで不作為の違法確認の訴えの方はこれは適法であるとした上でですねこれはあの現判決を取り消して えー、自ら判断をしたというものになります。ですから、この東京高裁の知識があればですね。この問題44番で書くべきことというのは自ずからわかるわけですが、まあ、あの詳しい具体的なあの回答内容につきましては、えー、正解速報の方ですね、えー、ご覧いただければと思います。まあ、今、私があの簡単におあのお伝えした不作為の違法確認の訴えに加えて。 えー、併合提起ですね、えー、義務付け訴訟ということになるわけですけれども、まあ回答の講師としてはそのようなあの回答になるということになります。まあ一般知識が非常に難しかった、えー、ということはですね、最初にも,もあの申し上げましたけれども、えー、なかなかこう一見簡単そうに見えて、えー、正解がなかなかあの確定しないという問題が多いというのが今年の、えー、特徴でした。 正解速報ですね。正解をこう、まあ、あのレックのスタッフで考えて作るわけですけれども、その正解速報作成の過程の中でもですね。相当、あの議論を読んだ。そういう問題が、の、多々あります。例えば、一見簡単そうに見えて、非常に難しかった例として、問題四十八番ですね。意外に、あの、引っかかりやすいというポイントもあります。 で他にはですね、その問題51番ですとかこれは、まあ、あの実務をです、ね、にその日頃から携わっている行政書士の先生であればですね、この問題51番という,、えー、いう問題はあの特別難しくはないんじゃないのと、えー、思われるかもしれませんがただこれ試験を受けているのはあの実務家の先生ではなくて、えー、あくまでも一般の受験者の方であるわけですから、まあ、こういった問題があの出てくるということは非常にですね、えー、ある意味 難しい、まあ、難問であるとやはり言わざるをえないだろうということになります。まあ、防犯カメラに関すする問題問題題54番ですねこういった問題もなかなかこう一般常識だけでは難しい解くのが難しいという問題も出ております。 で今年は個人情報保護法から、正面から1問ですね問題56番が出ておりまして、あとは GDPR と呼ばれるそのヨーロッパのですね EU のにおける欧州データ保護規則というふうに日本語に訳すものですけれども、個人情報の保護法制について、出題がされております。 GDPR 自体はこれはあの海外と取引をする企業にとってはですね非常にこう関心の高いところであるわけですからこれはあのまさに一般知識として出題するのにふさわしいテーマであろうとまあ問題55番ですねえということになります。文章理解に関してもえまあこれは まあ、空欄補充、空欄に入る文章として妥当なものはどれかといったようなタイプの問題が、まあ、あの多いという特徴があるわけですね。まあ、このの文章理解解問題をををいかにに時間確確保して確実に正解を出して実正出でその他のお一般知識の問題でとにかくその足切りラインですね6問を下回ってしまうと足切りに引っかかってしまいますのでそこを何とか下回らずにですねキープできた。 そしてなおかつ法令科目で、えー、自分のその実力を遺憾なく発揮して、えー、正解できたという方であればですねおそらくはこの6割を突破したすることも可能だったはずですけれども、まあ、いかんせん今年は、えー、一般知識も、えー、そして法令科目もですね、えー、難しい、まあ、一般知識は特に難しくなっておりますし、まあ、法令科目に関してはやや難しいと、まあ、そういった傾向が見られるだろうということになります。 ですから昨年ほどのですね高い合格率は、えー、おそらく維持はできないだろうというのが、えー、今のところの当面の予測ということになります。まあいずれにしてもですね、えー、今日試験を受けになった方まああの本日十一月十一日ですけれども試験を受けになった方まあ非常にあのお疲れのことと思いますお疲れ様でしたそれでは以上で私からの行政書士試験の公表はお終いとさせていただきます、えー、お疲れ様でした。